And welcome back to Let's Play Chronicles. We got Glenn in our party. And go somewhere. まあ、とりあえず、まあ、探索しようぜ、いろいろ。まあ、観光もいろいろ含めてさ。おっと、話しかけようか。圧があれだね。あー、しまった。おい。とりあえずよ。グレン、連れて。ちょっとアルフも連れていかなきゃいけない。座骨館に行った証を持っていくっていう、まあ、占いババと かけほどしたんですよ。まあ、それもちょっとやろうかなと。ワッツアップ無理しちゃダメよ。まあそうだよね、生きていないとできないことたくさんある。あれあまり無理しちゃいけません。まあ人生ってのは楽しいってなんぼだな。俺もあんまりそんなね、人生に対してまあそんなね、まあね、真面目に生きないとね、まあ、なんだダラダラって生きますよ。よさっぱりね、座骨間違いなきゃ。まあな、ほとんど示しがつかねえ。高いです。1ゴールドまあまあね、あーでだごめんまあ半額ぐらいだな、うん、でこれ後々結構ねいい感じなんで。おっすー、おい、渡辺発見や。渡辺発見、うん、もちろん。まあ、とりあえずグレンから行こうか。じゃあ月と今太陽があっては初めて輝く。自ら光る発することは決してない。じゃあ覚えておきよ。月の輝きは夜の闇の中で手探りする人々の道連れとなるものじゃ。お前様にそういう役割を果たす日が来るだろう、近い将来にな。いいね、俺もそういう役割を果たしてみたいもんだどうじゃ、取ってきたか。けどこれが座骨関心の証だ。約束通り連絡をもらおうかブロンズは手に入れた。これでもキープアップしたね。でこんなもんで以上。こいつかブロンズロット19。まあちょっと上がるね。バランバンバランバランバンバラ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 ンどうだっけ。あ、今何、アルフ何やってる誰かいるかな。ピエロはいないかい。あ、戻ってきてる。よーし、おそすよあ、そうだ、自己紹介あったもんね。ピエルパン、私の言葉。 My name is ピエル・マシザパン。この部屋壊れています。闇に消え去った盗賊の運命なんて儚い。私がそのままにいたならそのような運命はならなかっただろう。知るか。他にはそれが、ああそれがお前に言うことか。おめえから早く家賃でも払っとけや。お家賃滞納しての知ってんだから。パンタランタンタランタンタンパンタンタランパンパン。でこうグレーのイベントがあるの、ちょっとした。でこれ、ね、そう喧嘩ばっかしてんですよ。喧嘩しなかったでしょ。よく聞かせてくださいよ。はっ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 は。いないのか。まあ、喧嘩する、まあ、するだろうね。兄貴は自分が間違ってたらちゃんと謝ってくれた。喧嘩いいけどそこから何か学ばないとな。え、お前の喧嘩のため何なんだ。聞いてよ兄ちゃん。とマリナお嫁さんで言うと。お嫁さん、俺がマリナと結婚するんだ。僕だってママリナに進む時に稼ぐ気消えてきてたってことだもんね。忘れてるな。まあそうだね、本人の気持ちが大事だ。お前が好きでもさ、ああこいつはマジだぜ、はっきりしてあげる。私じゃあ13小説ジョンが好きなの。なるほどね。ガーンなんてことかわいそうに、まあ、どっちかが好きって言われるよりもまだいいかもな。え、なんでもない。お嫁さんならなくてもあれじゃ仲良くなってくるよな。まあここでグレンのすごい、まあこれもかなり意味深な、まあ、グレンが思うことがあるんだはいはい、ほっといてくれほっといてくれ。はい、こっちはいつか振り向かせてやる。まあ、頑張れ、あんまそんなね、やめればいいよ、そんな。あ、1枚目の絵が僕、竜騎士になるんだって、あのグレンの絵が飾ってあります。で、僕の大好きな竜王女様、まあ、それが落ちると。ここは2枚目の絵そう、僕の大好きなリーダー王女様。そうなんですよ。
ただリデルにはダリオという、ね、婚約者がいたんだ。これは懐かしいな。あ、ちょっとあれだね、回想シーンが来ちゃった。結局ダリオにしちゃったね。はっ、カーシュ、カーシュ若えな。若えって分かんないけど、こっちはかっこいいよね。誰の子は行かないから、俺は必ず優勝する。望むところだ、カーシュ。望むためにクレーンだ。手錠で腕を上げたんだ。こいつは深く知らねえな、クレーン。おっ、クレーン、もう何やってる。やすがなく兄貴は買わせるよ。俺はまだカップはまだまだ遠い。変なやつ。まあ、酒。俺がやるのは無理だかな。ガッハッハッハ。店屋のくせに。ぶっ飛ばしてなさ、やっちまいな。まだないよ。そうだな。まあ、そういうのがいいよね。いつまでもずっとなんか変わらない日常っていうかよ。まあ、これがイベントで、ね、ちょっとしたま昔の思い出っていうかさ。で、これ3箇所をこうね、まあ、隠したっていうかね、まあ、入れてたんだよ、グレーンは。次はどこ行くかな。ああ、そうだ、仲間が。ああ、そうだ、せっかくだからちょっとね、あのラッキーダンのイベントもあるんで連れてこようぜ、ざっとね。まあ、イベントっていうか、まあ、ちょっとした会話だけどね。まあ、普通にレナも連れてこうぜ。レナちょっと裏にやろうかさ。バンバンバーバンバーバンバンバー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 バン。うん、占ってください。レナ、ふっ、残酷なもの、なんですって。ラッキーだ。この近く、お前さん大切な人、いや、わらがいる、この近くにいる、ちょっと探そうぜ。バーババッバー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 遠い昔じゃない、遠い未来に出てくるんじゃないかい。おっす、はい、ずらすんの、やめちゃうね。ああ、なんか気持ちよさそうだね。生徒の竜が暴れている。まあまあ、ほんと暑いよな。なかなかね、こっちもね、今まで涼しいと思ったんだけど暑くなってきたよ、なんか。お、なんかいるね。幼き魂よ、川の流れに逆らう安らかに眠るため、再びこの姿を現すが、ここにいらっしゃるご両親に笑顔を見せたため、さあお別れ。船を流します。形あるものはいつかその姿を失う。それが自然の言葉になると、この時ばかりはいつも身が引き裂かれそうになる。人はなぜ死んでいかなければならないんだろう。そしたら誰が決めているんだろう。ゲッツ、俺にはまだわからない。通りすがりの方たち、もしよろしければ迷える魂が正しい道を歩むようお祈りください。まあね、生きてる以上はね、まあくたばっちゃうよね。まあでも、かといって永遠に生きれたらさ、多分頭おかしくなるんじゃないかな。
ああそうだ、そうだ、誰うちらがやっちゃったんだ、いたずら。まあまあ、とりあえず鉄アールで、まあ俺もちょっと鍛えたいからさ。うえぇ、ほっ、うわぁ、これなかなか重いぜ。うわぁ、うわぁ、おい、なんかめっちゃなんか、なんつうの、客さんの、客に対する口調だったね。おう、今日、自分でお願いいたします。なんです、なんで知ってる、そんなこと。よう分かった。助けてやりたいところだ、ここでやる、俺はレアマン、仕事がある。大丈夫だ、自分で。まあ、しっかりしそうだもんね、この人。ゲッツ兄さん、なるほど、うん、何かあったのかね、かもしれん。じゃあ手伝ってもらおうか。ありがとう。自分は仲間なんだ。ああ、まあとりあえずじゃあ連れて歩くか。He joins our party because he wants to help us. Because he knows, for some reason, he knows Sarah is dead. But, yeah, I don't know. Oh! あ、これ、イベントがあるぞ。あ、この人プロレスラーだったんだ、この人、確か。自分の印象を控えに作ってくれるのはゲッツ。くれるか。は、はい、ありがとうございます。こんなイベントあるこれは知らなかった、このイベントは。いや、さすがに出るこれね。オールオアナッシ。知らん。なに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 、なに今のびっくりマーク、なに。はいはいはい、わかったわかった、その、さ、早く行け。これは何なんだよ。期待させやがって。ジルベット裏なんていうか、ちょっと。She said, Lena is gonna have a boyfriend all the time. ほう。それはいいことなんですか。まあ、多分プロレスやってて、まあ、多分暴れまくったんだろうね。暴れまくったんだろうね、人このジルベットは。だろ？俺は言った通りじゃないか。まあきっとその暴れまくって、そのなんか闇に取りつかれて、闇っていうかさ、まあ多分ね、暴れまくったんじゃん。まあだけれども、なんだ、まあそのゲッツって人が作ってくれたんじゃないか。細かい話は知らないけど、この世まで越してくれ、とりあえず。でまあとりあえず探索するんだけれども、まあ、どうすかな、まあ、探索なんで、まあ、スキップした人はスキップしてくれ。とりあえず、まあ、あの、あれで、こいつで、スカールで、スカール。あのね、こいつ、こいつ、これ、ずいぶん怖いな。まあ、で、まあ、こいつのパーツをね、まあ、ちょっと集めてやろうと。まあ、他の、まあ、いろいろちょっと見ながらさ、見ながら集めていこうぜ。でまあ、ここに来るのはそのここにね、その骨の一部があるんですよ。まあ、なるべく戦いたくないけどね。まあ、この缶切りの森スラッシュルートで取ったところだけど、まあ、俺がメインのルートはアルフルートで来たんで、まあ、多分見てない人はこれはお初なんじゃないかい。でこいつを倒すと、倒すとかまあいろいろやると先に進めるようになるんだけれども、俺は別に先に進まないんです。別にあの何もないんで、特に何も使えるものはないんでね。で何があるかというと、でこのまあなんだ、読んでみるか、ちょっと。そうそうそう、ああ、まあ、あのモンスターをどうやってどかすかっていうお話です。はい、倒されてしまった遺言か、これがまずっていう、拾ってみようか。見かった、そう、僕はいつも何かに怒っていたんだ。でもそれは幸いない自分に対してだったかもしれない。いつもみんなに笑われたり怒られたり、本当に自分が嫌だってわかり、ごめんやつもの話しちゃって。さあ行こう。なるほどね、まあ天才ってのはいるよな、どういんでも。自分より優れてるってのはね、いますよ。まあ俺は劣等感の塊なんだよ。まあね、本当ね、まあ特に自分と同じ国の人を見ると、まあ劣等感が半端ないですね。俺は別に全然頭も良くないし、優れてる、何も優れてるわけでもないんだね。
まあそんなもんですよ。なかなか、まあでもそうやってまあ生きていくんでしょうね。さあさあさあ、まあじゃあとりあえずここは出て、まあ、次にどこに行くかっていうと、次はどこ行くかな。でこの神木の終わりおしまい。パンパランタダダンタダンタダンラー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 、どうだっけ。あーここ行くか、とりあえず。そう、まあそのキッドを助けるルートでヒドラの沼、まあ別のもう一つの世界だね、行ったんだけれども、あ、まあ行っちゃったわかる、まあいいや。そう、まあこういう風になってるんですよ。もうめちゃくちゃにも汚れてるね。そう、絶滅しちゃったんだよ、ここ。まあその、キッド助けるルートでさ、ここに、なんだろう、そこ行く前にここ、まあ比較みたいな感じでまあ行けばよかったんだけど、で、こう毒になってるんですよ。あ、しまった、ごめん。先に進めないんだこれ。ちょっとねアイテムが必要なんだよ。まあそのヒドラの沼、まあ、奥に進むためにはね、まあ、ここにちょっとアイテムを持ってる人がいるんで、その人に話しかけて、まあそのアイテムをもらわなければならないんですよ。魔人、人間のことも好き、強いから追われたこと。なるほど、魔人という人がいるのか。でそいつは人間が好きじゃないと。あーでこいつこいつ、いや少し風の匂いはあんまり話しゃべないな。ルルルルル、はい、まあ、悲しいよな。沼の植物はこの鈴のように反応するから、植物近くね、チラッって鳴らすんだよ。くねっと曲がって道ができる。ありがとう、ありがとうな。まあな、あんなも滅びてしまったら結構ひどい。やっぱそうそう、やっと戻ってたんですよ。いやまあこの毒があるから、まあ、これどうにかしなきゃいけない。あ、ちょっとこいつの話から行くか。じゃあそんな結論から悪いこと、これから仕事か、まあな、ごめんね、仕事で。もう一回。闇の装備捕まったから貸してもらうといい。ありがとう。まあそういう感じです。というわけで、ちょっと行きます。まあ上に行って、その装備品をもらうと。あ、それやると。あの沼を、まあ、ダメージなしで進めるようになるというわけですね。さっき言ったか忘れたけど、まあ、朗読上手くなりたい。まあ多分俺のね、なんだろう、まあ声じゃ気持ち悪いだけなんで。まあたまに読んだ、読みたくもなるんで、滑舌が良くなるんで、読みの朗読とか音読とかやるとね、結構ね。まあ正気と思います、ごめんね。はい、ありがとう。ビロビビーン。ただ森の方がモンスターモールついてるから、ね、十分気をつけて進むんだぞ。ああありがとうね、忠告してくれて。ああまあもう無理かよべ。まあ、ここが戻ってまいりましたと。だからタブレットはまあいいな、そこそこ使える。うわあ、なんか宝守ってんね。まあでも別に、あ、どいてくれた、ありがとう。お前なかなかいいやつじゃないか。まあ俺も俺奴隷にしてやる、一生の飯使いにしてやるから、まあ、もちろん給料はゼロだけどね。これでこれを使うとチリン。ああそうだ、ちなみにこれ普通にね、まあ後でやってみるけど、別のとこでどいてくれ。普通に調べるとバチーンって叩かれます。だそれ先進むのできないんで、だからこんな風に滅びてしまったからね。まあそのあの植物も悪い方向に変わってしまったってわけ、もう毒々しいもんな。だから結局ね、まあ、人間がそうやってまあ好き勝手やったから、まあこういうことになってしまったっていうことだ。残念なことね。体力は大丈夫かな、ちょっと回復しとくか。まあ一応念のために。こっちはない。でこう行くと隠し通路に行けます。あれ出られない。
あれちょっと待ってね。あ、痛い痛いです。トッターは、まあ、敵のエレメントで敵の命中率下げるっていうことができるんだけど、まあ、別にその大したものではない。おい、何やってんだい。グイグイワイスター大地に投げ咲いてる。失礼。なるほど、この森もう俺たちのもんだな。あ、やつら何話してるんだ。なんだお前ら、バレつったな。道具の沼地通ってここまで来たのは褒めてやる。だがこの森は何もない。とっとどうする、無造りと。とりあえずヘロルナズ、ごめんね、さっき回復しちゃったんだ俺たち。だから暴れるの久しぶりだ、うん、そう、暴れるの久しぶりだからさ、まあ、ちょっと俺たちの、まあなんだ、やってもらおうかな。